こんにちは。今回はトリプル S のユニットラブリューションのアルバムを開封していきます。タガヤスさんはニエンちゃんとシンウィちゃんのケミシニエンズを支援したいそうです。くっそつまらん。それでは早速見ていきましょう。今回はケータウンフォーユーで買いました。アルバムの形態は2種類です。まずは特典を見ていきましょう。ソヨンちゃん、ニエンちゃん、ユビンちゃん、カエデちゃん、非常に優れています。中身を見ていきましょう。ユビンちゃんのドル札。 CD はシンプルなデザインです。ニエンちゃんのポストカード ESFJ らしいです。ちなみにタガヤスさんは INFJ なので内気で感情に振り回される残念な人です。ちょっと待って。ただニエンちゃんとの相性は普通らしいので一安心。お次は透明なカードです。何に使うかはあなた次第。ユビンちゃんのステッカー、ユビンちゃんに愛されてる感じあり。オブジェクトの説明の紙、そしてミニポスター。お待たせしました、オブジェクトです。シンミちゃん地引き萌え、これは幸先いいですね。それでは2つ目、ニエンちゃんのドル札。ソヒョンちゃんのポストカード、 INTJ、 タガヤスさんとの相性が良い MBTI です。どうでもよ。ちょっと待ってよ。そしてダヒヨンちゃんのステッカー、そしてオブジェクトはカエデちゃん、前髪パッツン萌え。2形態目いくぞ。シンミちゃんのドル札地引き萌え、こちらのバージョンの CD もシンプルなデザインです。そしてソヒョンちゃんのポストカード、 ISFP、 ネットによると先生と生徒みたいな関係になるらしいです。こりゃすごい。そしてダヒヨンちゃんのステッカー2枚目、春ミニポスターはこんな感じ。シンミちゃん真ん中萌え。ありがとう。オブジェクトはダヒヨンちゃん、ダヒヨンちゃんに愛されてる感じあり。2つ目、ユビンちゃんのドル札2枚目、セルフレジで使ってみよう。カエデちゃん INFP、 相性は普通なので一安心。ステッカーはソヨンちゃん、オブジェクトはユビンちゃん、本当に愛されてね。とても素晴らしいオブジェクトが揃いました。シニエンズも結構揃ったし満足です。タガヤスさんとシンウィちゃんの相性が非常に気になるところではありますが、まあはっきり言って私は興味ないです。なんで？ガールズキャピタリズムのオーラスでシニエンズが目を合わす振り付けがありますが、あれはとても良い。あそこだけ切り抜いたショートをタガヤスさんは待ってます。アルバムの中身もみんな可愛くてぜひ見てほしいですね。とても素晴らしいアルバムでした。それではご視聴ありがとうございました。トリプル S のご支援お願いします。